波の島、安美島芝ですごいことがありました。なんと、島からマングースがいなくなったんです。長い間、島に住む動物たちを困らせていたマングース。退治できたことは、自然を守る活動にとって大きな成果です。安美島島の物語は、世界中の人々に希望と大切な教訓を与えてくれます。この成果は、たくさんの人の努力と工夫、そして協力によって達成されました。この成功物語は、地球の生き物たちの多様性を守ることの大切さを教えてくれます。そして、外来種がもたらす恐ろしい結果についても考えさせてくれます。安美大島の美しい自然と豊かな生態系を守るために、多くの人々が力を合わせました。この島の未来は、今後も明るいものとなるでしょう。これからも自然を守るための努力を続けていきましょう。1979年、安美島島にマングースが連れてこられました。目的は毒蛇のハブの数を減らすことでした。ハブは島の人々にとって危険な存在だったからです。しかし、この行動は島の繊細な自然にとって大変な結果をもたらすことになりました。インド原産のマングースには、安美島島には天敵がいなかったのです。そのため、マングースはどんどん増えていきました。そして、島に住む貴重な動物たちを次々と食べてしまったのです。マングースは、安美島島の野生動物に大きな被害をもたらしました。アマミウサギ、琉球ロビン、そして、島独特の爬虫類や両生類など、たくさんの動物が、マングースの餌食になったのです。これらの動物たちは、長い時間をかけて、他の場所から隔離された島で進化してきました。そのため、外から来たマングースに対して、とても弱い存在だったのです。マングースは、農作物も食べてしまうため、農家の人たちも困っていました。安美大島の自然のバランスは、大きく崩れてしまったのです。事態の深刻さを受け、2000年代初めにマングースを退治する取り組みが始まりました。日本政府、地元の人々、そして自然保護団体が協力して、この難しい課題に挑戦しました。安美マングースバスターズと呼ばれる地元のボランティアグループは、マングース退治において重要な役割を果たしました。彼らは罠を仕掛け、マングースの動きを監視し、自分たちの活動の大切さを地域の人々に伝え続けました。彼らの熱意と地元の知識はとても役に立ったのです。マングースを退治するには、様々な方法を組み合わせる必要がありました。主な方法は、罠を仕掛けて捕獲することでしたが、マングースは頭が良く、環境に適応するのが得意な動物なので、簡単ではありませんでした。罠を効果的な場所に設置し、定期的に確認する必要がありました。地域住民の協力は不可欠でした。目撃情報の提供、罠の維持管理、市啓発活動への参加など、地域ぐるみで取り組んだことが成功の鍵となりました。マングースが完全にいなくなったことを確認するために、科学者たちは、優れた嗅覚を持つ探知犬など、高度な技術を駆使しました。これらの犬は、かすかなマングースの匂いも嗅ぎ分けるように訓練され、島中をくまなく探し回りました。彼らの鋭い嗅覚は、非常に貴重な武器となりました。犬の助けに加えて、科学者たちは、キクランギブラウンモデルや、ロバストデザイン個体数推定法といった、高度な統計モデルも活用しました。これらのモデルは、データ分析、個体数の推定、そして最終的には、マングースの根絶確認に役立ちました。さらに、ドローンや衛星画像も使用され、広範囲にわたる監視が行われました。これにより、科学者たちは、マングースの存在を完全に排除するための確実な証拠を得ることができました。安美島島がマングースのいない島になったことは、人間の知恵と努力がもたらした素晴らしい成果です。他の地域で外来種に悩まされている人々にとって、
大きな希望を与えてくれます。この成功物語は、たとえ定着力の強い外来種であっても、根絶することが可能であることを証明しています。世界中で外来種が問題となっている今、この成果は特に重要な意味を持ちます。外来種は、世界中の生物多様性の喪失の主要な原因となっており、生態系と人間の生活を脅かしています。アンミドウ島の経験は、将来の自然保護活動にとって貴重な教訓を与えてくれます。第一に、早期発見と迅速な対応の重要性を示しています。外来種への対策は、早ければ早いほど根絶できる可能性が高まります。第二に、地域社会の参加と協力の必要性を強調しています。地域住民は、外来種に対する最初の防衛線となることがよくあります。彼らの知識、支援、参加が不可欠です。アンビトウ島のモノカテは、外来種を持ち込むことの意図せぬ結果を私たちにはっきりと示しています。将来、外来種が持ち込まれないようにすることが最も重要です。そのためには、輸入品や貨物の検査など、厳格な生物学的安全対策が必要です。また、国民一人一人の意識を高めることも重要です。外来種のリスクについて、人々を啓発することで、意図しない持ち込みを防ぐことができます。例えば、責任あるペットの飼育は、外来動物が野生に放されるのを防ぐために不可欠です。さらに、観光客や旅行者が持ち込む可能性のある外来種についても注意が必要です。旅行前に持ち物を確認し、現地の生態系に影響を与えないようにすることが求められます。これらの対策を講じることで、私たちは未来の生態系を守ることができるのです。アンミドウ島からマングースがいなくなったことは、私たちを笑顔にしてくれる出来事です。自然保護の勝利であり、人間の努力の証であり、未来への希望の光です。島の固有種は、本来の生息地で再び繁栄していくことができるでしょう。アンミドウ島から学んだ教訓は、自然と共存し、未来の世代のために、地球の貴重な生物多様性を守る未来へと、私たちを導いてくれるはずです。この成功物語は、環境問題に直面しても、希望を捨ててはいけないということを教えてくれます。